過去一はみ出してるな。ということで、どうも、ふうはやです。今回は、久しぶりに、黄昏の森の世界にやってきました。で、さらにこの世界に、クレーンゲームを持ってきました。ということで、今回、このクレーンゲームからは、スプラトゥーンの武器がゲットできます。いや、これらの武器ね、本当に強いんだよ。だからこれらの武器を使って、目標として、黄昏の森のボスを全体倒していきたいと思います。そしてじゃあ、まず1回目引いていくか。はい。どれが強いんだ？このでかいやつも強そうだけどな。でも俺はね、スプラトゥーンを実はやったことがあって、その時に相棒にしてた武器があるんだよな。なんかまあ、マイクラでも、その武器は使いやすいはず。相棒だし。持つところかな？どうだ？いける？あ、来た！あ、やっぱ手で持つところだ。来たー！これは俺の相棒武器だった。こちら。まあ、インクブラシって書いてあるんだけど、パブロだね。まあ、筆です。で、これの使い方は、筆を振って、こうインクで攻撃するっていう。あ、ちなみにこれは、あ、サンドバッグで、攻撃力をこうやって測ることができる。まあ、だったり、こういう筆はね、長押しすることで、こうやって、こう引けるんだよね、線を。で、この時は足が速くなると。だから、いろんな使い方ができる。で、まあ、インク使いすぎると切れちゃうんで、その時は、こんな感じで、イカに変身して、インクに潜ると、インクを回復できます。じゃあまず最初のボスに挑む前に色変えるか。この中に入ると色変えられるんだけど、まあじゃあまずは、まあ俺緑だし緑から行くか。あ、ここが最初のボスの居場所だね。待って、俺食べ物ないけど大丈夫かな。まあでもこうやってね、インクの中に潜ることでめちゃくちゃ HP が回復する効果があるんだよね。まあ、それをうまく使っていけばどうにかなるか。あー、出てきたナーガ。そしてこの世界の裏技として、こうインクをね、下に引いておくと、イカ状態で飛ぶと、ここに落下ダメージがなくなると。やばい、来てる。あー、逃げろ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 。早い早い早い、来るな。いてー、こいつは。あー、でも体の方はダメージ効かないか。もうちゃんとナーガの一番先頭の頭を叩く必要があるね。やばい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 。はい、ほら、潜るとめちゃくちゃ HP 回復するでしょ。で、そのためにちょっと陣地広げよう。でもこれちゃんとスプラトゥーンっぽいな。で、こっちに来ると思ったら、いけいけいけ、めちゃくちゃインクを飛ばす。ただ、あ、まあまあダメージは入ってはいるね。はい。で、逃げつつ、いてて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 、いやいやいや、する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 、危ねえ。回復を怠るな。よし、あー、早い早い早い。で、こうやってめちゃくちゃインクつけると、なんかナーガの戦闘の顔、なんかどんどんインクついてきてるな。え、誰？もうインクまみれになって顔がわからない。ただこれさ、インクがなくなった。インク回復させつつ、この状態でさ、突っ込みながら、どう？あ、これもちょっとダメージあるわ。ただ、うん、だいぶ相打ちみたいになっちゃうわ。やばい、走れなくなった。もうそろそろ勝負をつけるしかない。ただ、あ、ナーがどんどん短くなってるね。HP が少ない証拠。やれ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 ！あーと1ゲージ。来い！来た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 ！こうやって正面にぶつかってくる時がチャンス。よーし。あ、食料なくてもどうにかなったな。そしてこれがトロフィーだね。これがあればまたクレーンゲームが遊べます。さあ、ということで、じゃあトロフィー入れると、はい、あ、出てきた。このお金を投入することでまた遊べるんだけど、なんか次はシューター系が欲しいな。ちょっとかき混ぜてみた。いや、また出てきたな。ただ、あ、なんかシュルカーボックスも気になる。まあ、取れないっていうのが一番嫌だから、この真ん中のぐちゃぐちゃしてるところに突っ込むのもありだな。どこがね、持ち手なのかわかんない。いけ！もう何かは取れるでしょう。え？なんそれ？待って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 。これあれじゃない？リッター 4K じゃない？どう？リッター 4K だ！これね、めちゃくちゃ強いよ。こうやって、遠くにいるやつを狙って、発射する。これね、攻撃力もめちゃくちゃ高いんだけど、ただ、遠くから狙うっていう状況にあまりならないよね。ほら、豚とかも、多分、一撃だね。すごい強い武器だけど、使い勝手むずそう。ということで、2体目のボス、向かおうか。さあ、ここが2体目のボスがいる場所。ただここはね、やっぱ上から侵入したいので、まずじゃあたくさんキー取ろう。よっしゃ、これで、どんどん上がっていくか。さあ、ここの、どこら辺だ？多分、この中にいるはず。あ、ここだ。なんで、まあ、リッター 4K で、こうやって、インクを広げて、こうすることで、あ、入れるね。あー、リッチ湧いた。こいつが次のボスだね。
ただこいつね、まずこのエンダーパールを返してこの盾を剥がす必要がある。たまにオッケーオッケーオッケー、エンダーパールラッキーラッキーラッキー。たまに爆弾を投げてきたりするから、それが怖い。どうしようしよう、あー今爆弾入ってきた。あ、でも待って、もう倒せるよ。あ、ちょ、ゾンビやめて、ゾンビやめて、ちょちょちょ、はい、ゾンビ、ちょ、あ、やられる、あぶれあぶれあぶれ。これでもゾンビ無限浮気なんだよな。もうだからあんま相手にしない方がいい。だからこれさ、立体 4K の力見せてやれ。あ、爆発、ガブレー。あー、この炎がまとってるやつは爆発だね。ちょ、ゾンビ邪魔だ。あー、これ爆発で、いくぞ。ほっ、おい、めっちゃ強い。や、ただリッチも結構強い。あ、やばいやばい、回復が間に合わない。危ない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 。だからインクをね、ここら辺に撒いとくのは大事。これ壁とかも登れるからね。いい場所、そこでずっといるよ、そこに。えい、これもう半分近く削れるじゃん。はい、あいつ引っかかってない。いくぞ、えい、きたー。え、めちゃくちゃ強いじゃん、リッター 4K。そしてリッチのトロフィーと、まあ、防具もある。そしてね、これ守りの杖、これリッチが使ってた、はい、ちょっとだけ無敵になれるっていう杖だね。うん、ただ残り8回しか使えない。え、ただえ、めちゃくちゃ相性いいんじゃない、リッター 4K と。よし、じゃあ帰ってきたんでトロフィー入れて、これでまた引くぞ。次は、いや本当に普通のシューター欲しい。さっきから結構癖あるな。でもなんかよくわかんない、これなんか手前のやつ N ザップっぽくない？なんかね、すごい使いやすいやつなんだけど。あ、これ取りたいな、頼む、取れてくれ。どうだ、そこ持ち手だよね、完全に。わー、来た、おー、やったー。これだいぶバランス良くなったんじゃない？あ、 N ザップだ。あ、てかそうだ、攻撃力こいつで測れるんだ。まあ、パブロが6じゃん。で、リッター 4K が、36？ これ、俺もやられるぞ、一瞬で。そして N ザップは、はい。あ、ほら、この継続ダメージで、しかもめちゃくちゃ安定してるんだよね。だからこれ、こう動きながら撃ったりと、まあ、塗りやすいし、すごく使いやすい武器。ちょっとじゃあ色変えるか。オレンジ。はい。だって一瞬でここら辺も塗りつぶせる。すごーい！じゃあこれで、3体目のボス、行くか。さあ次はここだね。まあ、ここはちょっと迷路みたいになってるんだよな。あー、もう普通にモブがいるわ。あっつあっつ、うっそ、怖っ。そろそろ食料ゲットしたいな。じゃあここ下にインク引いてイカで飛び込む。うん、これいい技で、はい。え、ここにいる敵なんか前と変わってない？やっぱ黄昏の森もどんどん進化してるのかもな。あっつ、ただ火をこれでね、中和する。やめて、あーぶねー。あー、この牛も痛いんだよね。で、こういうチェストからは食べ物とかね、あるんだよね。そして、気をつけよう、爆発するから。あ、この部屋もいいね。防具とかもあるからと忘れずに取ろう。あ、でもね、この胸装備はつけられないんだよね、インクがあるから。お、食べ物たくさんある。あ、あ、やばい、怖いんだよなこれ。あ、ここね、下に下がれる場所です。で、この下の階にボスがいるからね。よし、これで、はい、で、また探すか。おった、ここだ。さあ、この中にボスがいるんで、ちょっと先にインクでエリア広げとこう。はい、よしよし、あー湧いた。あ、待って、逃げながらほぼこの部屋俺のインクに染めてやったぜ。ただ、うわー、他のモブが邪魔だな。ただこう片付いたか。いけいけいけ、うおー、なんかその衝撃波みたいの強いな。はい、 N ザップで遠くから、はい、狙って避けつつ、すごいスプラトゥーンみたいな戦い方。あんま飛ばないな、 N ザップ。ただこれ安定感がある。うー、逃げろ。外側にもインク引いておいたからな。これね、まあ、こういう敵になるとやっぱリッター 4K 使いづらいんだよな。うおー、もう真オレンジ、もう攻撃しまくれ。こい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 、うおー、やっぱ意外と攻撃力あるな、いて。よし、じゃあこれで、はい、トロフィーも取れたね。よし、じゃあこれで、3体目もクリア。さあ、じゃあトロフィーを入れて、さあ、次は何をゲットする？あ、次なんかシュルカーボックスとか狙ってみるか。これ何が入ってるんだろう。オレンジ。まあ、これ狙ったらワンチャン、このめちゃくちゃでかいローラーも取れそうだしな。いや、ちょっと、わかんな。これどうだ？あー、シュルカーボックスか？オッケー、取れた。これでも何が入ってるかわかんないからな。いや、同じく武器とかが入ってんのかな。え、あ、
これボムじゃん。スプラトゥーンでよく使われるボムたちだ。これただインクの消費量すごそうだな。これじゃあスプラッシュボムだよね。あーで時間差で爆発。おー 17.8、 結構食らってるけどやっぱあちゃんと当たると攻撃力が違う。ただねやっぱインク消費量すごいね。次これまあおそらくクイックボムだね。これ一番使いやすいんじゃない。えい、あ使いやすい。こう投げた先ですぐ爆発するからこうやって当てやすい。いいね、攻撃力もめちゃくちゃ強いぞこれ。そしてこれ9番ボム、これは時間があるけどその分当てたらめちゃくちゃ攻撃力強い。これもね嫌いじゃない俺は。うん、いやかなり強いな。そしてこれカーリングボムだね。これむずそう。あー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 あああ俺にも返ってくんだこれ。これもなかなか扱いづらいと思うがどんぐらい食らう。はい、うえーめちゃくちゃ44、一番食らってるね。まあその分扱いがむずい。いいね、この武器以外にもボム使えるんだ。これで4体目のボス倒しに行くか。さあ次のボスはヒドラだね。ヒドラさ、これ立体4系めちゃくちゃ使えるんじゃない。いくよ。これね顔を攻撃すればいいんだけど、えい、あ待って、口開いてるところは、はい、あれあれあれ、あいや逆にボムは、えい、あいやこれえい、あボムは当たらんか。くらえ N ザップ、あこれダメですね。全くこのスプラトゥーンの武器は通用しない。じゃあこうなると、まあ、別の武器を作る必要があるけど、まあ、さっきラビリンスに行っていろいろね功績も取れたんで、これどうだ、呪鉄の、あ剣、まあ、攻撃力6、うん、でこの攻撃を跳ね返すこともできるし、あーこの火はやばい。あとインクの中には別に隠れられるからね。え、待って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 、ヒドラ強すぎ。この火に当たっただけで死にかけたんだけど、やばいやばいやばい、インクをもっと広げろ。さあ火の玉を返してよーし。これねどんどん首が増えたり減ったりするんだよな。あ増えた、あつ、あ危ない。首が増えるほどねたくさん攻撃してくるんだけど、まあ逆に都合良かったりもするよね。来い、はいはい、よし、あーとちょっとだな。あこれ行くんじゃないか、はい、あ、あーあーあああ、先に首がやられたね。どこの首から火放たれる、ちょっと違うんだよ。あここここここ、はい、よーし、うん、多分何も武器いらなかったなヒドラは。ただトロフィーを回収しなきゃ。あーでも爆発がでかすぎる。でオッケー、ヒドラのトロフィーも回収。ちなみに置くとこんな感じ。さあじゃあ引いてくか。次は何だろうな。うわ、俺ね、パブロ以外にもよく使ってたやつ。おそらくこれ、52ガロンとかでしょ。これはチューターとしてもめちゃくちゃ優秀だし。まあでもこのでっけえローラーも気になるな。またちょっと安定してここら辺攻めてみよう。ほい！どれか取れるでしょう。え、あ、赤のシュルカーボックス。これ、何入ってるんだ？はい。まあ、さっきボムだったが、あーなんかマニューバーみたいなやつか。デュアルスイーパーってやつかな。こういうね、やつはね、なんと、二つ持って、二刀流みたいな感じだね。こうやって戦えるんだよ。で、さらに、これの強みとしては、こう移動するときに、はい、ちょっとね、回転したりできるんだよね、こうやって。うん。だから、ちょっと不規則な動きができると。機動力、すごいよな、これ。で、まあ、攻撃力は、まあ、そこそこぐらいかな。よし、じゃあ、5体目のボス、倒しに行くか。さあ、次が、ここだね。ここもまあ、迷路みたいなところなんだけど、ここに入るために、まあ、ちょっとトロフィーが必要だったんで、拝借してきました。はい。オッケー。これでボスの部屋探していくか。あここだ、ここボス部屋だけどね、こいつらねたくさんいるんだよな。よしじゃあ行くか。はい、来たー。こいつらね全員倒さなきゃいけないんだけど、待ってこれさ、ボムとか意外と効くんじゃね。どう、あ効いてるかもしんない。えいボム、あー当たってる当たってる。この姿を表したやつだけ当たってる気がするな。はい、攻撃も避けつつ、ここ狭いからさ、もうめちゃくちゃ塗っちゃおう。そうすればもう俺もうどこ隠れても大丈夫だからね。よし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 。もうここ自分の部屋みたいな感じだ。くれ！よし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 。あー、オッケー！今みたいに倒せるね。これもう、もうそこら中にこうやって9番ボム投げれば結構ね、いい感じに入ってくれると思うわ。えい！あいつらの真ん中に投げて、どうだ？あ、当たんない。えい。おー！すごっ！
ダブルキルした9番ボムで。えい、あ、やばいやばいやばい。え、こいつラストじゃね。いや、これね、多分ね、他のやつら全然食らってないように見せかけて、これ効いてるな、これ。うん、ほら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 、あー、そういうことか。よし、じゃあ終わりだ。食らえ9番ボム。よーし、いや強いわ。イエーイ、これで5体目のボスクリア。さあこれで回していくか。いやでも正直このデュアルスイーパーはちょっと俺の中じゃ微妙かな。さあまたごちゃ混ぜにして何狙おうかな。あ、今度こそちょっとローラー取りに行こうかな。ローラーね、2種類あるんだけど、まあ、これがスプラローラーで、このでっかいのがダイナモローラーかな。でもどこ、マジでどこが取れるのかわからないんだよね。よし、じゃあまあとりあえずここでいいかな。いけ、頼む、取れてくれ。どうだ、わー、取れた。あ、合ってたわ。意外とちゃんと取れるもんだな。このクレーンゲームね、相変わらずアーム強いな。しゃあこれでダイナモローラーどれぐらい、えい、おんも攻撃。あ、でもこれ当てにくいな。あー強い。ただローラーってジャンプしながらだと、あ、そう、縦に攻撃できるんだよね。だったりこういうなんか、まあ、ローラーで引けることもできる。えい、あ、強いわ。ただ本当に攻撃が重たいね、すべて。ちょっとじゃあ色変えてみよう。はい、紫で、これでじゃあ次のボス戦っていこうか。さあここだね。ここの上に行くために、まあ木たくさん掘ったんで、これちょっと足りるかな。え、嘘、あ、やばいやばいやばい、これいるんだよな。はい、さあ着いたね。いや、あのね、多分ここもインク武器をね、あんまり使えないところだと思うんだよね。なのでちょっと、あー、危ない危ない。ナイトファントム戦でゲットしたこの剣とかを使って倒していこうかな。はい、あ、来た、ウルガスト。どうだ、えい、え、あ、待って、意外といけるんだそれ、知らなかった。あ、ただね、やっぱ回復しちゃうんだよなこいつ。ただあれ、これさ、こうやって隠れながら撃ってたらさ、意外といけるかもしれない。え、強い、えい、あ、ウルガスト もうなんか色変わっちゃった。まあただやっぱりこういうトラップを普通に使って倒した方が、うん、全然攻撃こっちの方が入るな。で、はい、いって、強っ。まあこれはどうやって倒してるかっていうと、この端の方にあるこの装置の周りにいるちっちゃなガストを倒すと、どんどんねパワーが溜まってくんだよね。あ、これ今いけるか、どうだ、はい、オッケー、発動して、こうやってウルガストを引き寄せられるんで、この時にたくさん叩けばいいと。で、いや、やばいやばいやばい。いや、これさ、もうリッター 4K の出番じゃないか。いけ!なんかすごいじわじわだけど、攻撃を与えられてはいる。どうだ?あと、一発!くれ!よーすげー!え、あ、こういう倒し方したの初めてかもしれない。ということで、ウルガストのトロフィー。すごい、やっぱ。無限の可能性があるな、このスプラトゥーンの武器には。よし、トロフィー入れて、次何引こうかな。え、なんか面白そうな、あ、やっぱでもガロン引きたいかな。これさ、でも2つあるよね。これなんか52ガロンと96ガロンどっちもない。これ見た目似すぎてて、俺にはね識別不可能なんだよな。まあちょっと一か八か狙っていくか。この左の方で来い、頼む、俺は52ガロンの使い手だったから。あ、来た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 、52ガロンがいいけど、あれ52か、いや分かんない、どうだ、はい、96。どうやら違いを調べたんだけど、96の方が52より連射は遅いけど射程が長いらしい。あ、だったら、うん、あ、しかもほら攻撃力強いね。別になんか俺悪くないわ、今持ってる武器的に言えば。いや、でもマジでなんかボスと戦うたびにスプラの武器の強さがマジで垣間見えるな。よっしゃ、次のボスも倒しに行こうか。さあということで次はここだね。そしてここにはこいつアルファイエティがいます。いや、アルファイエティだったらこのローラー試せるかもな。くらえ、強いよ。え、めちゃくちゃ強いじゃん。はい、マジで強いじゃん。で、こいつ泣くんだよね、しばらく暴れ回ると。泣け、あ、泣いた泣いた泣いた。俺がやったみたいになってるけど。くらえ、これで、わー、強い強い強
強い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 、めちゃくちゃ強くない？一番戦いやすいかもしれない、今までのボスで。で、はい、あ、これね、ちょっとノロノロしてるけど、あ、やばいやばいやばい、この氷がいて、じわじわ攻めてみるか。やばい、ダイナモローラ遅いんだよな。ただ当たったら強いぞ。あー、ちょ、暴れるな。えい、うわつ相性が良すぎるな。待って、これカーリングボムとかさ、これすごい使いやすいんじゃない？えい、ポイって投げて、あー、ちょっと投げる強さが難しい。ちょ、もう周りのイエティたちがね、投げてくるんだよね。えい、ちょ、カーリングボム、あー、帰ってきた。飛んでけ。ちょ、下が氷だから余計滑るのか。え、いった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 、どう？わーいいねー、いろんな倒し方でできるな、アルファイエティ。弱かったなちなみにトロフィーかぶれますよっしゃ、これで、はい、どうしようかな。ちょっとなんか埋まりすぎててわからない。ただやっぱ単純に気になるものも取っていきたいよね。さあ、じゃあちょっと取れるかな、これ。えい、どうだ、頼む。おお、取れるわ。あ、なんかあれか、ブラスターみたいなやつか、これ。はい、どうだ。あ、そうだ、クラッシュブラスター、結構扱いやすい気がする。全然飛ばないんだけど、こう目の前で爆発するっていうやつで、うん、あ、威力強いわ。しかもほら、やっぱ当てやすいっていうのがいいね。もう本当になんかシューターよりさらに当てやすくなってるわ。この爆風に当ててもいいってのもあるしね。よし、じゃあ次のボス倒しに行くか。さあ次はここだね。はい、あ、ブロック足りないな。まあでもここら辺から入れるか。どうだ、あ、ここちょうどいいかも。この上にボスがいるんだよな。じゃあ先に、はい、インク化計画、この周りをインクだらけにします。さあ、そしてよっしゃ、これで、はい、オッケー、来たぞ。え、こいつ何がいいんだろうな。まずじゃあローラーから行ってみようかな。雪の女王、え、これどうやって攻撃すればいいんだろう。あ、でも当たってるわ。あのね、本来であればこの氷に乗ってるやつを直接叩かないといけないんだけど、インクの力見せてやれ。はい、あ、待って、これやっぱね、あ、あー、すごいすごい、この隙間から武器の攻撃がね、結構当たってるわ。くれ。はい、あ、どうだ、この氷に防がれないぐらいで。おお、強い強い強い。ブラスターは？あ、ブラスターいいかも。え、すごいすごい、氷に当てるだけでこう爆発するから、あの本体にもダメージがいってるね。そして、えい、あ、この普通にボムもいいね。え、あ、そうそうそう、これで本来は上にいるやつを叩くっていう感じなんだけど、え、いや、こいつね、本来めちゃくちゃ強いんだけど、相性が良すぎて一番楽ぐらいあるな。えい、えい、あ、痛い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 、はい、あ、インクまみれになってる。あー、このビームは避けなきゃいけない。あ、でもほら降りてきてるでしょ。あ、ちょ、飛びすぎ。よしよし、あ、めっちゃインクまみれになった。くれ。よし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 、マジでじわじわ入ってる。いや、ブラスター当ててよかった。そしてとどめだ。どうだ、いったー。あ、でも意外と俺もダメージ食らってたんだな。えい、よしいいね、なんかいつもとは全く別の戦い方で面白いな。さあ、これで絶妙に似合わない。はい、ともうでも欲しいって思うものないかもな。あ、いや、あるわ。これさ、ありえない埋まり方してるやつがあるわ。よし、これで混ぜたけど出てきたか。あ、いや、やっぱ刺さってるな。このさ、これこれこれ、多分縦に突き刺さってんだけど、これね、めちゃくちゃ欲しいかも。はい、ここら辺で、これなんか繋がってるか、ちょっとよくわかんないけど、とりあえず GO。 どうかな。あ、違うの取れちゃうかも。あ、違うの取れちゃった。え、なにそれ、これもなんかブラスターっぽくないどうだ、あ、ブラスター、これが本場のブラスターだ。何が違うんだ、こっちと。あ、でも、あー、爆発力が強いらしい、こっちの方が。お、あ、でもなんか弾が重い気がする。うん、まあ別に全然悪くないけどね。さあ、じゃあ次が9体目のボスか。もうほぼラストだな。じゃあ行ってみようか。さあ、やってきました、9体目のボス、巨人。しかも自分の姿をしてる。よかった、お前らがスプラトゥーンの武器を持ってなくて。で、このじゃあ鉄装備の方と普通の装備の方を倒すかいや、自分を倒してるんだよな。勝負だ、くれ。はいはいはい、強すぎ強すぎ。え、待って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 、え、あ、すごい、もう全身が染まっちゃった。あ、いや、あ、もう終わったわ。え、もう俺、え、倒したよ
ダイナモローラー強かったな、今。こいつらはね、正直、ボスの中でもかなり弱い方。うん。自分に言うのもなんだけど。しかも結構武器がさ、遠距離型多いから、うん。倒すのがね、すごく楽なんだよな。さあじゃあ、次は、ラスボスだね。まあ、トロフィーっていうか、まあ、自分の頭だしな。よし、じゃあこれで最後、引くぞ。はい。で、やっぱり、そこに埋まってるやつだよな。ちょっと、引っ張り出してほしいわ。はい。まあ、ここら辺かな。どうだ？頼む！掴め！よー、掴んだ！おー、出てきたー！もうこれが埋まってたからね。はい。これは、人四式竹筒銃口っていうらしい。これね、めちゃくちゃ強くて。これもね、まあ、リッター 4K は、これぐらいのため時間じゃん。ただこの、人四式竹筒銃口だと、はい。今めちゃくちゃ弾の速かったでしょ。で、さらに、リッター 4K のような飛距離が出る。で、攻撃力も、まあ、かなりあるっていう、めちゃくちゃ手頃で強いアイテムなんだよね。さあじゃあ、これらを持って、黄昏の森のラスボスに挑みたいと思います。さあ、ということで、ラスボスのところに来たね。で、まあ、いつも通りね、黄昏の森には、ラスボスがまだ実装されてないので、まあ、ウィザーをね、倒していこうかな。いや、このウィザーがマジで何よりも強いの。その前になんかちょっと、塗っとくか、いろいろ。ウィザーに攻撃されても大丈夫なように。あ、なんかいる。これちょっと、竹バズーカやってみるか。はい。いや、結構強いこいつ。ただこれね、マジで、当てやすいな。いや、ウィザー戦でこれ当ててよかった。よし、まあ、いい感じに濡れたかな。これでじゃあ、戦うか。ラスボス、来たー。やっぱ最初はこの、いや、リッター 4K を用意しよう。で、来い、で、はい。あ、やべ、当たってない。どう？おー、いってー。あ、ウィザー状態だが、うわ、これ待って、回復しきれるかな。待って、回復が負ける。どこ。はい。いいぞ。待って、ブラスターとかは？あー、でも当てやすくはある。これちょっとなんか、使い方が弓っぽい。あ、めちゃめちゃいい。ちゃんと入ってるダメージ。いいね。これは96ガロンは？あ、96ガロンいいかも。えい。これ待って、あ、来た。待って、インク切れた。で、これでもう半分切ったので、あ、やばい。やめて。あー、ウィザーに追いかけられてる。はい、これ、もう、はい、危ねえ。ギリ回復して、これちょっとこの柵内も、イカ状態で、あー、引っかかって、え、どっち？危ねえ、入れた。で、これさ、外から、こうやって狙えば、いけるか？あ、いけそう！いや、なんか、あ、そう、ウィザーも壊してくるよな。立体 4K、ためろ！ここ！おー、すげえ！むずい。あ、むずい。いけ！あー、結構入ってる、やっぱ。くらい！あ、いい。はい！いい。これさ、俺がこう走ってくる道に、ボムを置く。くらい！よし、これいいね。待って、これ近すぎる。ただ、もうここで終わらせるしかない。はい、待って、ダイナモ！くらい！よいしょー！オッケー！待って、あ、待って、キンリンゴ、間に合い。あ、待って、食えない！あー！まあ、でもギリギリではあったけど、ボスは全体倒せたな。いや、全部強かったわ。いや、俺の相棒パブロだったけど、マイクラ内での相棒は、ダイナモローラかな。ということでね、みんなもよかったら、スプラトゥーンもっと入れてやってみてください。ということで次回見てください。じゃあ